ウンベルトリスポリはイタリアナポリ生まれの騎手。騎手の父親の影響で自らも騎手を志すようになり、中学を卒業するとローマの騎手学校に入学し、2004年に騎手免許を取得、翌2005年にデビュー。2008年にイタリアリーディング2位に、2009年2010年と2年連続でイタリアのリーディングジョッキーとなる。なお2009年に挙げた245章は、 イタリア年間最多勝利記録を27年ぶりに更新するものだった。2010年にはイギリスシャーガーカップにオリビエ・ペリエ、クリストフ・スミヨンと共に欧州代表として参加している。2011年に短期免許を取得して初来日。日本での初起乗となった1月8日の京都競馬第1競争をいいでステップで静止見事初来日初、起乗初勝利を挙げた。 1>, 1月16日の日経新春杯をルーラーシップで制し来日初重賞勝利を飾った3月27日の免許交付期間最終日に行われた高松の宮記念では金車差の奇跡に起乗して日本での GI 競争初優勝を果たした2012年から2016年までフランスに拠点を移していたがその後香港ジョッキークラブに移籍 2019年12月、香港ジョッキークラブとの契約を終了して、アメリカ合衆国カリフォルニア州のサンターニタパーク、競馬場へ拠点を移すことになった。大のテレビゲーム好きで、来日前から日本のゲームを入手して遊んでいたほど、以前からウィニングポスト、ギャロップレーサー等の競馬ゲームや、サッカーゲーム、ウィニングイレブンをプレイしている。特に競馬ゲームの影響で、 カタカナ程度なら日本語も読めるようになったため、来日後は日本の競馬新聞を普通に読んでいるという、独身かつ体重管理に気を使う機種という職業柄もあり、食事は基本的に自炊派、イタリア人らしく得意料理はパスタ。ありがとうございます。